らっしゃい。うん、行ってくるね。うん。もう、なーに？出張から帰ってきたら、お祝い、ゴム出しでいい？もう、だから、子供は、ゆうすけの収入が安定してからって約束でしょ？この家の頭金だって、お父さんたちに返さなきゃいけないんだからね。そうだけどさ、夫婦なのにさ、うん、大好きだから、ね。